岐阜県政ホットラインスタート。乗鞍岳や槍穂高連峰が連なる大迫力の山々、山麓の五色ヶ原の森や平湯大滝、奥飛騨温泉郷、そんな中部山岳国立公園周辺の自然や観光、文化の魅力を発信する新たな拠点、中部山岳国立公園奥飛騨ビジターセンターが7月13日にオープンしました。場所は平湯バスターミナルのすぐお隣、旧飛騨北アルプス自然文化センターを改修しリニューアルオープンした奥飛騨ビジターセンターは、自然公園や周辺地域の魅力発信だけではなく、旅の起点として旅行者に案内を行ったり、自然体験などができる機能も備えています。こちらの情報提供エリアでは、自然公園や周辺地域の特色や見どころについて知ることができます。旅行者の旅の相談に応じる案内カウンターでは、周辺地域の天候や交通情報なども提供しています。こちらはくつろぎエリア、ゆったりとくつろぎながら目的地への出発準備や休憩、待ち合わせなどに自由に使うことができます。リニューアル工事によって外観や広場も生まれ変わりました。田中館長、センターの特徴について教えていただけますか。ここのセンターは中部山岳国立公園や奥飛騨温泉郷に訪れる皆様の旅の起点となるような、自然、文化、それから観光などの魅力を発信しながら、安全に自然公園を楽しんでいただけるようなご案内のできる施設だというふうに思っています。センターでは休日を中心に自然散策や環境学習などのイベントも開催されています。この日は自然の木を使って作るウッドビーズアクセサリー作り体験が行われていました。できた。あ、いいですか、はい、やった。奥飛騨エリアの魅力を発信する旅の拠点、自然体験や交流の場としても期待が広がりますね。今回は中部山岳国立公園奥飛騨ビジターセンターについてお伝えしました。次回も見てね。